あ、どうだ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 、あ、飛んできた、よかった。このね、星とかが飛んでこないと始まった気分にならない。あ、コメントも降ってきましたね、どんどん。ありがとうございます。はい、4月23日6時から今日の乃木曜日を担当する斉藤優里です。イエーイ、パチ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 、よろしくお願いします。実は今日は眼鏡をかけて歩いていたので、少し眼鏡跡が鼻に ここめっちゃついております。 すいません。わかるかな？わかるな。こっち側よりこっちの方がめっちゃくっきりついてる。 あんま気にしないでね。あ、本当だってきてる。よかった。 何しようかな。 今日は最近のお話。あ、でも今日も、あ、昨日と一昨日ブログを今結構連続でずっと書いてるので、今日も書こうかなと思って、あげようかなと思って今書き途中でございます。で、あ、そう、ありがとう、沖縄どうだったって聞いてくれて。実は乃木坂工事中でバナナマンさんと行く沖縄は私はちょっと仕事の都合上で行けなかったんですけど、個人的にお母さんとちょっと旅行に沖縄行かせてもらって、なんかやっぱ行けなかったのがすっごい悔しかったから、ありがとう、ブログ読んだって書いてくれて嬉しい、よかった、ありがとう。だからね、行ってきたんだけど、沖縄っていろんな種類のお魚がいて、でしかもこっちでは名前の違う、だから沖縄呼びのお魚っていうのがめっちゃあって、なんかミーバイっていうお魚があるんだけど、でなんか東京ではなんていうかちょっと忘れちゃったけど、ミーバイっていうお魚がめっちゃ美味しかったです。よかったら沖縄行ったら みんな食べてみてね。あとね、ジーマーミー豆腐もね、めっちゃ美味しかったの。お豆腐。あのね、買って帰ってきたよ。ミーバイね、ミーバイ。ありがとう。あ、めっちゃみんなお魚の種類帰ってきてくれる。グルクン。え、待って、なんでみんな沖縄に詳しいの？すごいね。ミーバイとか、グルクンとか書いてある。え、すごい。みんなめっちゃ詳しいんだけど。びっくりする。え、なに、みんな、え、今日の乃木曜日まさかだけど、みんな沖縄出身でしょ、見てんの。全員沖縄出身でしょ。イラブー？え、すごいんだけど。え、何？え、みんなすごいね。青ブダイ。トントン？肉まん？え、肉まん、肉まんは何？お前、え、でもさ、本当に思うんだけどさ、この肉まんって何？もうちょっとさ、コメントでちょっと調子乗らないでもらえる？ なんだよ、騙されないからね。肉まんっていうお魚いないでしょ、さすがに。まったく。ふざけんなよ、お前ら。適当って書いてある。あ、そう、それでこの前は、アルバム特典、あ、違う、あ、特典じゃねえや、アルバムキャンペーンで、そう、北海道に行ってて、カズミンと依田ちゃんとね、たくさんラジオとかテレビとか出させてもらって、でね、なんかね、多分今日の夜とかも北海道で流れるラジオとかあって、あとね、北海道の新聞、今日発売の新聞にも多分載ってると思うから、北海道の方はよかったら見てみてください。北海道でさ、イカ刺し食べたんだけど、イカ刺し食べて、なんか生姜醤油につけるんだけど、なんかつけた瞬間に足と吸盤がもうめっちゃ動いて、もうそれが私的にはもう衝撃的すぎたの。もうなんかイカの足動いてると思って、切られてる時は全然動かなかったんだよ。動かなかったけど、醤油につけた瞬間、やっぱ刺激物なのか分かんないけど、もうめちゃくちゃこう動き始めて、怖いって思ってたら、横から依田ちゃんが普通にひょいって食べ始めて、で、もう依田ちゃん怖いって思ったから、え、依田ちゃんどう？イカ足動いてる？口の中でって言ったら、いや、全然いけますって言われて、依田ちゃんやっぱ食べ物への執着すげえなって思った一日でさ。あ、でもね、踊り食いっていうほどじゃないんだよね。なんていうの？踊り食いっていうの？イカがでも、ほんと、いや、ね、こういうちっちゃいイカが生きてるわけじゃなくて、もう、大きいイカが、こう、切られて、刺身みたいな感じになってる状態のやつ？なんていうのか忘れちゃったんだけど、なんか、池作りっていうの？そうなのかな？わかんないけど。
まあ、それを食べました。でそれがめちゃくちゃ美味しかったです。あとカズミンとねヨダちゃんだったからねめっちゃ楽しかったの。もうね最高のチームだったすごい満喫しましたね。北海道もありがとうございます。それではね、昨日アヤティだったんだよね。でアヤティからの宿題がですねこちらか、じゃじん13日の金曜日を歌いながらヨダちゃんのね吉田の似顔絵を描いてくださいということなので、まあお絵描きもお歌も得意なので、あ、まあめっちゃお絵描きしてる人多いんだね。これことか。これはあやてぃが描いた絵ですか。これあやてぃ描いたの。かわいい。似顔絵シリーズが続いてる次のページに、次の、あ、他の人の絵も載ってんじゃん。ちょっと見よちょっと待ってなんか恐怖の絵みたいなのが描いてあったんだけどすごい、やっぱみんな個性が出るね絵に。これいくちゃんの絵やばくない？なんか多分これ唐揚げ食べてんだけどさもうなんだろうこれすごい、やばい、いくちゃんって最高。多分マチをね、マチだと思う。やばいよねちょっとね描いていこうか。かわいい、めっちゃみんな絵、あやちぃね。これなんか下手っぺね描いたらさすんごい申し訳ないねき取れなかった今ちょいじゃあ書くわあやてぃよ。じゃあ今から書きます。え、難しくないこれ。あ、歌いながらか。難しくない？歌にも集中したいし絵にも集中したいからさやだもうこれ。ドゥ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 好きになったら秋もせずってあやてぃって垂れ目だよねめちゃくちゃ。ポップコーンを頬張りながらコーラを飲んで、おーあーあー手を握ってうあーあーあーなんて幸せ、なんてせ、なんだっけ、なんてトゥトゥトゥ、ここ歌割りじゃないから私は、あーあーあーねって言葉にするよ。違う、なんだっけ、ちょっと待って、歌なんだか絵なんだか集中できるかやってきた。ちょっと歌詞が欲しいなあ、幸せの大人へとグローインアオ、違くね、もう一回じゃん。あ、言葉にするよりそう、あ、伝うん、愛は伝わる、これ2番じゃね。13日の金曜日何かが起こりそう、ドキドキして大声を上げたくなる、恋とホラーはよく似てる、スリルがいっぱい、次の展開はどうなるの、ハラハラする、楽しい、ハラハラする、楽しい、キャアスクリームスキャ、待って、似顔絵なんか全然やばい。あやてぃの特徴がない、なんかね、かけてない。私の画力の問題なのか、コメントがせい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 言ってるみんなすごいね、ありがとう、元気いっぱいだねみんな、ありがとう。あ、絵描くね。あやてぃミルクティー好きだからミルクティーちょっと描いておいてあげよう。
うん、もうミルクティーもなんかな、あんまうまく書けないんだよな。よいしょ。みんなと離れ二人きりになったら危ないってこと分かってるのに、スクリーンの恋人たち怖いもの知らず言うことに、キスするためならモンスターも怖くない、自分で目隠しをして隙間から見る、おーおーおーやばいし、ちょっと泣きそう。もうよしよし、これで完成だ。あとは着色料をつけて可愛くしていきたいと思います。なななな、もう13級歌わなくていいよね。もうめんどくさくなっちゃった。ピンク使います。あやちんも確かピンク好きなはず、私と一緒。なんかさ、あやティがさ2度目のキスからをさ、多分バースデーライブでいおりのアンダーとして入ってたんだよ。めっちゃ可愛いよね。てかね、似合うんだよね。もうね、本当にね、似合う子にはそういう曲をどんどんやっていただきたい。めっちゃ可愛かったもんね。真夏がもともと好きっていうのもあるんだよね、あやティは。だからね、そういうピンクとかね、ラブリーとかが多分絶対似合うから、どんどんやってってほしい。本人の気持ちは知らないけどね、本当はかっこいい曲が好きですとかだったらめっちゃ申し訳ないけど、すごいブリブリな曲がねめっちゃ似合う子だから、ね、あやティにはそういう歌をいっぱい歌ってもらいたいな。でもね、乃木坂の曲ってそこまでねブリブリソングがね多いわけじゃないからね、難しいよね。ミルクティーって何色だ？ベージュか。肌色でいいか。あ、可愛いじゃん、いいじゃん、いいじゃん。いいんじゃない？めっちゃいいと思う。久しぶりにクレヨン持ってる。ん？肌色はブリブリソング、ブリ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 。なんだよ、みんなブリ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 言いやがってよ。もうすぐで書き終わるからちょっと待っててね、待っててね、待っててね。グリン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 グチュ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 。これ待って、髪の毛茶色塗らない方が良かったかな、なんか塗らない方が、塗らない方が可愛かったかも。茶色なんかやっぱ変に手加えない方が可愛かったよ。もう全部塗るのめんどくさいな。でもいいか、意外といいかも。これさ、これでさ30分終わっちゃうよ。みんな本当にいいの？いいの？みんな。ちょっとよし、よい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 よよかった。ちょっと、もうちょっと描きたい。もうちょっと描きたくなっちゃった。アヤティって描こう。アヤティって。アヤティ、アイスピン。あ、や、ティ。ティはお茶にしとこう。チャンチャンチャ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 ンチャンチャチャン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 チャララランチャンチャ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 チ
チャラ、チャラララチャラー、アヤティです。出来上がりました。かわいい、カラフル。アヤティ、多分ね、きっとアヤティは私が描いた似顔絵を見るのはずっとずっと先だと思うの。乃木帯で多分もう一回回ってきた時に多分この絵を見ると思うし、もうね、こんなお題出したことも忘れちゃってると思うんだけど、よかったら見てくださいお願いします。アヤティ描きました、イエーイ、ありがとうございます。おいしょ、おいしょ、うん、あ、ありがとう、みんな褒めてくれて。じゃあ続いてね、どんどんね、眉毛ないの、眉毛はもう前画面で隠れてる設定で OK はい、続いてなんかね、あった。さて次はですね、乃木坂46が登場するスマホアプリ乃木恋の特別企画をやりたいと思います。乃木恋とは乃木坂46メンバーと本気で恋する恋愛シミュレーションゲーム。その乃木恋で1月から2月に行った第14回彼氏イベントで、見事私の彼氏になった人たちに向けて、今から私が乃木恋の中でリアルにメッセージを作って送りたいと思います。私へのメッセージ、私のメッセージに対しての返信はできないのでご注意ください。あと実はなんですけど、乃木恋で私の彼氏になった人たち限定だから100人限定かな、100人限定のため、あの内容はちょっとみんなに見せたりとか、なんか何打ったのって聞かれてもお答えすることができないので、ちょっとそこもね、ごめんなさい。で今からちょっと作っていきたいと思います。なんて作ろうかな、ありがとうございます。あ、本当だ、マジのリアルやん。この画面は見せても大丈夫ですか？これもダメ、あ、わかりました。じゃあどうしようかな今、あ、やばい、言っちゃう、これ言っちゃうわ言っちゃう言っちゃう、今ちょっと打ってるから待っててね。こうやって絵文字もいくんですか？あ、絵文字もいくんだ。じゃあいっぱいハート作っとく、ハート送っとこう。これなんか自分のさ、スマホじゃないからさ、絵文字とかもさ、いつも使うやつとかが全然さ、前の方に来てなくてさ、探すのがめんどくさいな文句ばっかりだね、ごめんなさい。あ、違う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 、待って、間違えた、送信してしもうた。違う違う違う、これだけじゃない、これだけ。あ、待って、ホーム戻っちゃった、どうしたらいいんですか、どうしたらいいんですか。ちょっともう1行だけ1行しかも全然、待って待って、間違えちゃった、ごめん、待って、めっちゃごめん、めっちゃごめん、めっちゃごめん、1行だけ、待って待って、熱い、やば、ごめん、もう一回送る、もう一回送る、もう一回送るから、ちょっと待って、ごめん、あ、ごめん、うるさいね、イヤホンで聞いてる人ごめんね、ちょっと待って。あ、これ消されました、今のも送られて、わかる、ごめん、間違えた、開業しようとしたらさ、送信ってなっちゃってさ、1行だけボーって、間違えた、やばい、これもしつかぬされた、待って、受ける、 ありがとうございます。ちょっと待ってね、どうしたらいいんですか、これ開業できないです、待って開業マジでできないね、どうしよう、待って、これ見せてもいいかな、間違え、どうしましょう、なんかまた1行だけ送っちゃったんですけど、なんか迷惑メールみたいになってる、どうしたらいいんですか、これ開業できないの、これ開業できない、ちょっと待って、これ開業押したんですけど、開業押すと送信されちゃうんですよね、ちょっといなくなっちゃった、ごめんね、なんか、なんで開業できないのかな、1行ずつ送っちゃってください、確定、いや、これ開業できないやつ、ちょっと教えて、これ開業できんの、スペースを使う、なるほど、え、スペースじゃめっちゃ使うってこと、マジ、じゃあさ、例えば1文字打ってさ、開業したかったらずっとスペー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 スってやらなきゃいけないの、やばいやんそれマジで、もそれでいくからね、もし詰まってたらどうしよう
もうハラハラ緊張しちゃう。開業開あ開業じゃない、空白空白スペーススペーススペース。え、何めっちゃむずいじゃんこの乃木子アプリ。え、スペーススペース待って。この開業なしでいくわなんだよこれ、めっちゃむずいじゃん。緊張する。だって2回さ開業と確定をしたらもうすぐ送信されるから。これよくみんな送れたな。え、これ私からですか。そんなこともない。え、みんなめっちゃうまいじゃん。ちょっと待ってね。全然肝心の内容を書いてない。マジでもうこれ本当にだってさ、マジで開業しないからずっと一行ずっとバババババババ。だからさ、例えばなんちゃらかんちゃら、例えばおはようだったらおはようってやってさ絵文字つけんじゃん。次にさ、まあなんか打つとすんじゃん。例えばこんにちはとすんじゃん。おはようを絵文字、こんにちは絵文字、こんばんは絵文字みたいな。もうずっとこうよ、ずっと横もうね、もうこんなんなってるぜ今。いいのこんなんでどう送られんのみんな。早くごめんね。ちょっと待ってね。見えてる人いんのかな今。今実際に彼氏で。できてる人いるの？時間やばい？マジやん。いや、送信しよう。待って。できたけどさ、送信したけどさ、もうこうなってるって言ったじゃん。もうめちゃ、もうずーっとこうなってるって言ったじゃん。もうなんか開業とかないから、もうめっちゃ見づらい。なんかもう変なところで切り替わって段になってんの。もう私のやりたかった開業じゃないところで、やばい。ちょっともうこれ送りました。3回送りましたんでめっちゃ面白いんだけど何なの本当に。はい、続いていきますよ。はい、みんな切り替えていくよ次はい、Google プレイさんやります。あ、なんか乃木恋でなんか4月15日から5月11日の期間中、セブンイレブンさん限定で Google プレイギフトカードとコラボしているらしくって、でのパッケージが乃木恋デザインになっていて、中にはオリジナルステッカーも入っているらしいので、よかったら皆さんこちらの方もチェックをお願いいたします。ちなみにこんな感じです。じゃっちゃじゃんこんな感じあ、なるほどね。5000円、確かに5000円からしかないのかな。なんかそうだね、今なんか私がこう見本で持ってるのは5000円だわ。でステッカーめっちゃいいサイズ、スマホに絶対これ入るよ。あのスマホカバーの間とかに絶対いいと思います。はい、続いて、はい、どんどんいきますよ。あ、ありがとう、絶対買うって言ってくれてる。あ、乃木曜日選手権です。乃木曜日選手権、今週の競技はイースターにちなんだゲーム。やったー、イースター。赤のエッグハントです。青のエッグが6個、赤のエッグが1個入ってるボックスがあります。この中から最短回数で赤のエッグを引いた人やご褒美は焼肉お食事券です。ちなみに前回の焼肉お食事券、本当に実際先週ぐらいにスイカで焼肉に行ってきたので、ありがたく皆さんのおかげで使わせていただきました。美味しく食べました、みんなで。
ありがとう。今回もお食事券ゲットしていくぞ。おー、頑張るぞ。あ、今はアヤティが5回赤を一発引きしよう。絶対かっこいいから。え、緊張する。いくよ。どうしよう、緊張。まあいいや、早く終わっちゃうね。どうしよう、みんな赤引かせてちょうだい。赤がいい、絶対赤がいい、絶対赤がいい、絶対赤、せーの、赤。怖い。怖い怖い。すげえ、見て、ほら青ばっかり。見て、赤0個だから。待って、やっぱり運良すぎるわ。やばくないですか。やば、私のぎわび、やっぱめっちゃ運いいわ。すげえ、ありがとう。怖い。運使い果たした。ここでやめろや、まだいろいろあるから。ちょっとやめて。ありがとう、やった。これ何、私何、名前書くんですか。あ、名前書く、やった。てかめっちゃ可愛くないこれ。青のも見たかったな。あ、ウサギいないんだ。イエーイ、お食事、イエーイ、焼肉。ありがとうみんな。やっぱ、のぎ呼びって面白いね。ハート。どうしよう、これでさ、もし1位がいっぱいいたらどうします。もうこっから全員1位だったらどうします。みんな1位だったら。みんなにやったー、嬉しい。じゃあもらえることも確実やん。連絡しよう、スイカに。予定立てる。やば。これで明日カリンとかにしてさ、カリンも引けばさ、お食事券めっちゃもらえるやんね。これ1って書けばいいんですかね。はい、よっしゃー、疲れた。なんか明日のメンバー、明日のメンバーが実はなんとことこちゃんです。パチ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 。ことこちゃんの宿題を考えたいと思います。よっこいしょ。何がいいと思う？ことこ、ことこっていうさ、呼び方かわいい。なんていうの、音の響きめっちゃかわいいんだよね。ことこ、ことこちゃん。何がいい？うん、待って、みんなさ、ことこって呼んでるだけやん。みんなちゃんと考えてよ、宿題。めっちゃ他人事やん。なんだよ、腕立て伏せってできんやろ。似顔絵リレー、似顔絵リレーみんな好きなん？したらそれでもいいよ。似顔絵縛り、めっちゃなんか似顔絵人気なんだけど、これでそんないいんですか、似顔絵ばっかり。別に全然何でも。あ、左手で似顔絵、確かにめっちゃ面白そうやん。それにしよう。いいやん、ありがとう、ナイスアイディア。じゃあ左手で似顔絵を描いてもらいたいと思う。あ、利き手じゃない方っていう言い方の方がいいか。利き手、利き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 ってどう、あの、ちょ、漢字ください。利き手って書いてください。利きって書いて、利き手って。オッケー、ありがとう、ありがとう、サンキュー。これで利き手なんだね、マジ。ちょっと待って、ほんと、いやもう過ぎたやん時間。もうかゆ、利き手じゃない方、方の手で似顔絵に、顔の絵に、顔の絵か。
似顔絵、私の書いてね。いいよ、よいよい。ゆりゆり。書けました。ことこちゃんへ、利き手じゃない方の手で似顔絵、私の書いてね。これにしたいと思います。皆さんありがとうございます。よいしょ。はい。そして乃木曜日火曜日終わりの時間となります。無料ニュースアプリスマートニュースの乃木坂46チャンネル内で乃木曜日アフタートークを配信予定です。そちらもぜひチェックしてみてください。それとね、みんなさ、あれよ、結構前だけどさ、私髪の毛めっちゃ切ったんだよ。なのにさ、誰もさ、その時さ、猫舌ショールームとかさもやってたのにさ、乃木曜日じゃないけどさ言ってたのに、誰もさ、え、髪切ったねとかさ全然なくてさ、もう何なんだよ、おいお前ら、何なんだよ、気づいてないくせに、嘘つけ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 。だってさ、めちゃめちゃ切ったんだよ、10センチ以上切ってたんだよ。なのにさ、握手会もさ、その時やったのにさ全然みんな言ってくれなくてさ、もうその時のさ、ファンの人多分5人ぐらいしか言ってくれなくて、え、髪切ったって、髪舐めましたじゃないよ、もうバカバカ、気づいてないくせにもうじゃあ、はい、じゃあ終わります。はい、じゃあね、もうバイバイ、もう乃木曜日来ないからね、わかんない、もう一回あるかもしんない。じゃあね、またね、バイバイ、イエーイ、バイビー。